マーケットアナライズオンライン2021 5月15日土曜日開催皆さんこんにちはスイカキです。半導体業界について、えー、お話しさせていただいておりますがこの半導体業界この2000年代に入って日本の半導体業界が その解体するような状況になってきた半導体メーカーに関してですねその台湾と韓国の追い上げがあったそして日本はいわゆる垂直統合というビジネス形態だったんですね開発から設計それから製造そして、えーまあ、組み立て検査 マーケティング全部自分たちで持っていた NEC は NEC で独自にやっていた東芝は東芝で自分たちだけでやっていたまあ垂直統合と言われているものですしかし一方でアメリカと韓国ないしはアメリカと台湾はこの水平分を横への分業体制を確立してもう専業メーカーとして設計は設計だけクワルコム。 ブロードコムのようにですねあるいは組み立て作るだけの会社まあ TSMC とか UMC というそうそういう完全な分業体制に入ったそちらの方が巨大な設備投資ができやすいんですねそこでまず日本の大きなまあマイナスポイントができてしまったというのが一つありますそれともう一つ日本の半導体業界が大きく負けてしまったというのがこのムーアの法則という半導体業界の特有の大きな技術 革新なんですね。あのこれについて少しだけ見ていきたいと思います。これはもうよその産業にはない半導体業界だけに備わる極めて特殊な。 進化の特徴ということになりますがムーアの法則ご存知の方も多いと思いますインテルのまあ、共同創業者の一人ゴードン・ムアが1965年に提唱したというふうに言われていますこれは一つのチップ半導体チップの上に集積できる積み重ねて載せることのできるトランジスタの数は18ヶ月ごとに2倍に増えるという、まあ、非常に文章にすると単純なこの法則なんですね 十一年半、十八ヶ月ごとに二倍に増えると、なんだそれだけのことかというふうに思ってしまうんですが、しかし、これが恐るべき進化の歴史を形作ったわけですね。一年半で二倍ということは、三年で四倍になります。まあ集積の度合い、まあトランジスタというのは昔昔というところの真空管です。真空管がトランジスタになり、今それが半導体の上に搭載されているわけですが、小さく小さくなっていく。その小さくなっていく集積の度合いが、ですから四年半で。 8倍になる当初よりもで,でその次の6年で16倍になるだ4年ごとに3年ごとに4倍4倍4倍になっていくんですねそうすると15年で1,000倍になる、ねまあ、この辺りまでは良かったんです、まあ、1970年80年ぐらいから入ってきて1995年15年1,000倍ぐらいまでこれぐらいまでは日本メーカーはなんとか垂直統合方式でついていけたんですねあの世界を追っかけていけたところがさらに24年で6万倍 こ,この辺りから2倍2倍2倍ですからネズミ斬式にもうどんどんどん加速していく、まあ、このグラフがそうですね24年で6万倍6万倍なんといっても1からスタートしてほとんど水平線にしか見えないわけですよね。で40年経つと例えば1970年をスタートとして40年というと2010年です2010年ちょうどスマホが出てくる頃そうすると当初から見ると6,000万倍になってる、まあ、これぐらいですよね。 この辺りですでもう10年2020年ぐらいになると170億倍になるというここまで来るという。 ひょっとしたらスティーブ・ジョブズはこう,こういう、まあ、当たり前ですけど皆さんみんなこういうことを考えてるんですよね今これを作っても5年10年この業界で生きながらえればそれはその間にチップの収積度は170億倍まで膨らんでるということをみんな頭に入れてやってるんですが日本が戦えたのはこの辺りです。20年30年後ぐらいまではなんとか戦えたのですが日本がちょっと。 高値で安定させられてアメリカと半導体協定で安値販売ができないという状況でキャッシュが稼げない次の設備投資に踏み切れないその間に韓国対話前はアメリカの手こ入れで,で。 アメリカのメーカーは設計だけしますから自分たちが作らせるメーカーはすべて台湾メーカー韓国メーカーに作らせますので製造装置をどんどん送り込んで協定してで韓国税台湾税を強化していったという状況にあります、ね、そう強化していったもう湯水のように設備投資を作り込んでいったところから半導体の技術革新、集積度っては本格的に立ち上がっていったというもうますます日本勢はここでもう立ち打ちできなくなってしまった。 立ち打ちできなくなってしまった理由を失敗の原因ですねいくつか挙げておきましたこれはもうよく言われてるようなものです。 であの全部上から下まで全部川上から川島まで全部持つことによってその製造コストが非常に高くなってしまう設備投資をたくさんしなくちゃいけない、まあ、膨大な投資と消却負担があってそこにバブル崩壊と、まあ、ハイパー円高不況が押し寄せてしまったそして日本の、まあ、これ昔から言われていますが終身雇用えそれから横並びええ、まあ、売上重視シェア重視合議制、まあ、今に至るまでずっとこれ言われ続けてるわけですけどね、まあ、ジョブ型と昔も言われてたんですがなかなかそれは 変わりませんそして何よりも日本の独特なまあこの商ビジネスというのはこの国内に NTT まあ昔電電公社と東京電力という巨大なマーケットがあったんですねこう親方日の丸です日本は半導体を作ってもほとんど輸出に振り向けなかった国内で消費できたんですところが韓国メーカーとか台湾メーカーというのは作った半導体を全部ほとんど全て輸出しているという、まあ、まあそういう産業構造なんですねだから サムソンが韓国のサムソン電子が例えば自分のところでスマホを作るっていう世界で今,今も売れているスマホののあ中半導っていうのはあの中の半導体自分たちが作ってる半導体は全部輸出に回して自分のところで作るスマホは全部輸入の半導体で賄うというとてもま変わった日本から見ると変わった。 韓国からすると、それは当たり前なビジネスモデルになっているということです。で、こうまあデメリットに書いておきました。これ、デメリ日本のデメリット固定費が高い故に利益率が低いで、この発展パターンに弱いま、技術革新がどん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 繰り返されていきますが、合議制ですので、新しい技術革新の波になかなか乗り切れない。だから思い切った。投資ができる。不況の時に思い切った。投資をしなくしたら、次の後継期になかなか波に乗れ。ない というのががありますがそ一回捉えそうになると2年3年ダメなんですがその2年3年の間に集積度が倍倍倍で増えているという状況でここでかなり多注意的になったこれから技術革新が本当に必要になるっていうその,その矢先で日本は半導体協定の厳しいものを課されてしまったというまさにこのアメリカの戦略に日本は飲み込まれて日本の半導体メーカーがなくなってしまったのは まあ、言葉が過ぎるかもしれませんが、これやっぱりアメリカの戦略であるということに、どうやらなるのではないかなと思います。まだまだ難しいものがございますが、ええ、ひとまず今日はここまでといたします。ありがとうございます。マーケットアナライズオンライン二マル二一、月十五日土曜日開催。